ギョンジャです。どうもギョンジャです。プール。またプール。またプール。間無人島。またプール。何やってんの？チャンネル自体がプールのチャンネルだと思うんですよ。そうなんです。それぐらい僕はプールめっちゃ好きなんですよ。チャンネル開いたらサムネが青い青い。青いよな。サマーランドとかヨメグランドとかもうずっとプール行ってんだよ。お互い行けないじゃん。いたらさ、年齢が溢れたら組めてねえってなっちゃうでしょ。盛り上がっても周りにだからってなんかこう民族踊りみたいなの始まってさ、俺立てまつられてる、立てまつられてそういう毛のりをしてる。いやまあだね、立てまつりの毛、そういう僕らね、今までやったことないことがあるんですよ。プールで水上に浮かべる水上アスレチックみたいなのあるじゃないですか。なんかエアーでできたサウナね。 YouTube の結構やってますよ。もうやってみんなエア遊具あるとこに行って遊んでるじゃん。でもさ、遠いんだよ。なんかわかんないけど調べたよな、ね、そう遠いし、だからもうレンタルしちゃいました。よいしょ。プール借りて巨大エアアスレチックみたいなやつをレンタルしたんで、今からここにドカーンと敷いてピョーンと遊んでいきます。物はドカンとこんな感じです。今までに見たことないブロワーのサイズですよ。これ何ですか。これ太鼓ですか。どうやらブオロワーらしい。なんつった今。ブオロワーっつったね。お前ハリウッドスターの名前みたいなんですよ。ブオロドワーって感じで。でかいんですよ。とにかくいやこんでかいと思わなかった。これだって開いたらさ、これ10倍以上になるでしょ。これ大丈夫。これ車どっか折れんじゃないの。えそれお前次第だからね。そっか。みんなのお約束、みんなのお約束、みんなのお約束、ちゃんと貼るやつがありますね。イベント用じゃねえ。そうだから完全にイベント用なんだよ。個人で借りるもんじゃねえじゃん。そう。あ、サスケみたいな感じなんだね。まあこれに関してはさ、良い子は真似しないでくださいっていらないから。そうだね。もう良い子が遊びに行くものを俺らだけ。まあ遊び方に関しては、良い子は真似しないでくださいね。なんだこいつマジで。トリセツ見よう、トリセツ。うわぁおいすごい、こっから入れるんだ、風。この巨大ブロワーを両サイドから多分突っ込むんだと思うよ。でくいんだけど来た。うわうわなんかすごそう。うわやべえ。うわなんか違うな。まずは平行線くわ。早く早く進めて。今早く。やばい冷たい。今早く冷たがってる。うわー熱くなってるよ。これ閉めなきゃいけないんだ。よっしゃ反対側どう。すげーマジかこいつ。できたすげー。なにこれ。ちょっと滑るよ滑るよ。イエーイはい。登れないぜこれ。やべえ子供用だこれ。また穴開いてる。すごい風の力で。風の力すごい。完成でーす。秒殺すげーこれできましたよ。これすごくない。やばサイズがすげー。わかります皆さん。このデカさ、コースの全貌を先にお教えするんですけど、穴があります。それをくぐったら逆に下をくぐることになって、丸いなんか落とされそうな丸いやつがありますね。その後ああいうなんか真ん中をくぐるのかな。下のくぐるの多いね。殴るようなとこがあります。あれぶっ飛ばします。そして坂を登っていくと最後が滑り台ですね。という感じで皆さん、すごくないですかこれ。やばーい。遊ぼう。それでは皆さん遊びます。さあやるのは真似しないで。うわっ。いけー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 。
母さん、いけるいける、よしよし、これもいいよ。あめえ、やべえわこれ。足でいけ。お、いいよ。だろ君。ねえ、この貴様さ、同じやつだよね、多分。同じやつだな。68です。はい、持ってこい。やってもらおうか。それでは、いじるついて、あ、レディーゴー。さあ、悪魔くん始まりします。まずは滑り、素晴らしい滑りからの、ずっと滑りからの、はい、投げ倒してさ、そこからどうする、落ちれるか、はい、一旦止まった。そしてタイム、11秒07。はい、でも5秒半であるんで僕の勝ちです。イエー、負けたです。イエー、ご視聴ありがとうございます。見たい人みんながそれ楽しめると思うのか。あー、いい。全力で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